つい、最近ですね、あの生命情報科学若手の会という会に行ってきたんですけれども、まあ、年会代表の人がなんか人が足りないからどうしても来てくれというので、ちょっと誘われたのが嬉しかったんですけど、しょうがねえな行ってやるよぐらいの感じでちょっと行ってきましたですね。すごい去年とか、まあ、いろんなところでプレゼンをしているので、やっぱ見ている人がいて、あ、大田さんって、プレゼンすごいですよねって声をかけられて、やっぱちょっとこうテンション上がるわけですよ。ありがとうございます。すごいですよね、スライドの枚数って言われて、そこかよ。枚数だけかよと。中身のことは何も言われない。枚数は本当にあれ何枚作ったんですかって、こうやってそんなこと知るかよと思って、まあ若手の会って大したことないですね。ということでですね、まあ、春のプレゼン祭ってまだちょっと寒いし梅も咲いてないですけど、いつも通りこういう感じでやっていきますね。去年の、収穫祭の時もですね、こんな風なあれを出しまして、で、みんなどんどんプレゼンだけが上手くなっていって、戸郷牧場とは何だったのかっていうドキュメントにですね、多分プレゼン作るスピードが速くなったとか、ネタ画像を探すのが速くなったとか、そういうことをみんな書くんじゃないかなと思うんですけど、でそれでもいいんだけどね、プレゼンがこう上手いというか、メッセージを正確にこうプレゼンテーションを通して伝えられるというのはものすごく大事な技術なので、それはラボではあんまり教えてくれないので意外といいんじゃないかなと思うんですが、だからそれは置いといてですね、今日はバイオデータベースは最高にセクシーな研究分野であるというタイトルでトークをしようかと思っております。で、まあ、何やねんというと、皆さんもご存知かと思うんですけど、さっきみんな話に出てきた生命情報科学若手の会というのがありまして、若手を集結せよとかって書いてあるんですよ。これなんか後で見に来る人にもしかしたらバイオリーフ若手の人いるかもしれない、すんげえダブポスターダサくてめっちゃ嫌いだったんで、これ見た瞬間に来たくねえなと思って、すごいなんかなんだかなと思ったんですけど、まあ別にいいんですけど、なんかこれで3日もやるんだろうと思って、17、18、19とかやるんですよ。しかも学区とかで3日やってて、どんだけ集結するんだと思ったら、まあ、せいぜいは60人ぐらいだったんですけど、まあそんな会議ができたわけですね。まあ、ここにこう下に招待講演のなんかこうあれが出てくるんですけど、招待講演者がですね、僕らが大好きな瀬瀬先生という、方がいらっしゃいましてですね、今東京工業大学大学院、というところにいて、准教授、瀬瀬准准教授になって、ちょっと面白いですね。で、もう教授になられても先生准教授とかって言ったら准教授なのか教授なのかよくわからないみたいな感じで、先生さん僕大好きなんですけど、で彼がバイオインフォは最高にセクシーな研究分野であるっていうトークをこの会でやったんですよ、若手の会で。で、僕はまあこれが一番楽しみにしていて、でもうヒューヒュー言ってやろうかと思ったら、思いのほかすごい真面目な雰囲気で始まった。全然こう口笛とか鳴らせない感じ結構こんなんかと思ってちょっと辛かったんですけど、まあでもツイッターで細々とこんななんかこうセクシーだわとか言ってたけど、まあ先生さんすごいいつも通り元気そうでした。で先生さんなんかこれインバイティッドスピーカーで呼ばれてるってたんですけど、なんとそのスピーカーというかそれを喋った翌日に自分のラボの D ドクターの学位審査とかがあってめちゃめちゃ忙しそうだったというなんでこんな時期若手の会やるんだと思ったんですけど、まあそれはいい、そういう感じ でこんな話をしてたんですね。でこれ先生さんがこうセクシーセクシーっていっぱい言ってた、その講演の中で出てきた一つの図なんですけど、まあ、いろいろな話をしたんですけど、なんでバイオインフォマティクスがセクシーかっていう話はまあまあいろいろしてたんですけど、その中でバイオインフォマティクスっていう学会がどういうところを目指していくべきかみたいな話をしてたんですね。でこれ横軸が、手法的な新規性で、手法的にインパクトがあるすごいっていうのがこっちで、縦がその生物学的に新規であるという、生物学的にすごいっていうような軸だと。で、まあまあ既存の手法、まあ、古いというわけではなくて、既存の手法を使ってバイオロジカルに新しいことをやるという、まあ、いわゆる生物論文みたいなところがここに来るわけですね。こっちに行けば行くほどこうトップジャーナルに乗るみたいな。で、こっちに行くと、こう、まあ、
実験手法的なことかもしれないし、そのデータ解析とか情報処理っぽいアルゴリズミックなところかもしれないですけど、こう新規の方はこっちに行くと。で、こう行くわけですよ。で、バイオインフォマティクスっていうのは、そのこっちに偏るのか、こっちに偏るんじゃなくて、そのすごく新しい手法でバイオロジカルにも面白い新規なところをこう目指していく、ここを目指していきましょうみたいな話もあったんですね。で、まあ、ここを目指そうと言っていただけであって、先生先生がここのことをセクシーだと言っていたわけじゃないけど、僕はここをセクシーバイオインフォゾーンと呼んでいて、まあ、セクシーゾーンです、ここは。で、まあ、そのうちに言われていたのが、まあ、ここをこう目指していくときにやっぱり陥りがちなのが、この辺にこう生物学的にもそんな微妙だし、微妙というかそんなに新規とインパクトが強くないけど、正直にもそうでもないみたいな、こういう中間的なこの辺にこうどうしても落ちがちだと。ここをなんか彼は死の谷って呼んでたんですけど、でここにこう落ちないようにこうもっと右上もっと右上という方向にこう思考していきましょうみたいな話をして、でまあ、その日の飲み会ではみんな右上だ右上だみたいなことを言っていたので、界隈の人が右上って言ったらこの話もここのことなんですけど、でまあそんな話をしていたわけですよ。でまあ世世間はこの辺をこう目指していますみたいな、まあすごい家中論文とかを出して僕たちはここだみたいな感じで、超セクシーみたいなことを言っていたわけです。で、こう僕がちゃちゃを入れるわけですよ、ツイッターで。結果もそんな今まで出たものだし、手法もそんなものすごくハードコアなものをやってるわけでもない、死の対応、そこをハードコアのデータベースの話をしますけど、誰かファンを見てますけど、まあ、というふうになると、バイオロジカルなデータベースっていうのは、こう今までみんなが出してきたデータをこう集積してですね、だからこれ、新規ではないですね。でこうメソドロジカルに新しいかというと、確かに新しい情報学的な手法を使ったりとかデータベース手法とかを使ったり、まあ、あるんだけれども、基本的にはその手法を開発することが目的ではなくて、データを集めて整理することが目的なので、まあ、こちら側に行くことはあってもそれが目的ではない。で、まあ、この辺にいるわけです。死の谷もそこに完全に沈んでるじゃないか、全然セクシーじゃないのかみたいな話になるわけですね。でウィアーみたいな話になって、行き過ぎた。まあでもこう、まあ、なんかそのさっきの話に立ち戻るとですね、その要はまあここら辺を目指せって言ってるのは、要はここら辺まで行かないと論文にならないみたいなこうトーンで皆さんおしゃべりするわけですよね。まあ、論文にならない、それはそうだよねみたいな。まあ、でもこう、まあ、科学的な新規性を出すっていう、さっきの左上なり右下なり右上なり、あそこら辺に行かないと評価してもらえないにもかかわらずデータベースをやるっていうのは、つまり左上をこう左下をこうずっとやるみたいな感じのところで、両方こうやらなきゃいけないとかっていうのが、やっぱりこのデータベース業界にいると感じるジレンマみたいなところがあるわけですよ。で、まあなんかそんなことをやってるんですけど、じゃあなんか評価してもらえないなら別にやらんでいいのではないのというふうにはならないわけです。まあ、データがある限りこうデータベースはこう作らねばならないとかなんとかっていうふうな話をこう突き詰めてたら、じゃあなんでデータ出すのみたいな話になるわけです。で、なんでデータ出すのみたいな話になって、別にそんなデータなんかは出したりかまとめたりせんで、この辺の左上とか右下とか右上とかだけやってればいいやみたいな話になるんですけど、そういうわけにはとりあえずは下ろしませんね。データ出せみたいなことをこう、ここのクロスの論文のこれはリクワイメンツかなにデータアベイラビリティって言って、論文で使ったデータはこう出してくださいねみたいなことが書いてあるわけです。で、まあ、要はみんな出せと言われるから出すわけですね。で、まあ、そうするとこう出せと言われるから出すっていう、こう学んで出せと言われるねんというと、そのちゃんと自分がサイエンティフィックなこう発見をしたりとか、何か見つけたとか何か作ったとかいう時には、それがこう本当に正しいことかどうなのかっていう、そのリプロデューシビリティ、再現性みたいなものをやっぱり問う必要があるわけです。でこれはネイチャー .com すらネイチャーすらフォーカスすらリプロデューシビリティっていうところの、ネイチャーのこういう特集のドメインというとパスのキーがいつも面白いなと思うんですけど、ここで、サイエンティフィックなリプロデューシビリティのことについての議論があります。皆様も多分見たことあ
と思うんですけども、その実験して論文書きました、で論文で面白い結果があったから追試しました、自分のラボでうまくいかねえみたいなケースがまあまあざらにあるわけです。今もなんちゃらアップ細胞とかでなんかそういうのキャッキャッキャッキャ言ってますけどあれはその、再現性ないなんて嘘だろみたいなこと言ってるんですけど、その前にはここでなんかほとんどの論文が再現性取れねえみたいなこと言ってるもんなんで、それはまあ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 注目されるとこうね殴られるよねみたいな話ですわ。でまあでもそれはこうちゃんとそのまあリプロデューシビリティがない、再現性がない、他の論文をこう追試してもうまくいかないというのを放置しておいていいのかっていうと全然そんなことはなくて、で、まあ、結局そこにはまあサイエンスに対する誠実さみたいなものがこう求められてですよね。で今はもうやっぱりそのインパクトファクターみたいなものができて、論文をバカスカ出した人がなんかこうお金がいっぱいもらえるみたいなあのゲームになった瞬間から、そういう論文を出せばとりあえずいいみたいなあの形になって、ボン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 論文が増え、再現できない論文が増えまくった結果として、こうそうじゃなくてもうちょっとあの立ち戻って、あのちゃんとあの論文を出したら終わるじゃなくて、その論文を出したらそれがこうみんなにはそれの結果をシェアして、それに使った材料だとかデータだとかっていうのも全部あのしましょうねっていうようなオープンサイエンスっていう話が出てくるわけです。オープンサイエンスというこう理想ですね。まあ、でもこれはこうまだなんで理想かというと、まだ全然できてない、実現に至ってないから理想なんですけど、なんかだんだん最近はそうやってこうあまりにもこううまくいかないものだから、だんだん妄想なんじゃないかみたいな感じになってきて、でまあ理念が理想なのか妄想なのかとか、だん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 なんかこうアライメントとコミュニケーションが入っててこんな感じになってる風な話です。でまあ、オープンサイエンスって言いますけれども、まあなんかこの辺に、Wikipedia の Don't mean to make scientific research data digital とか書いてあるんですけれども、まあ、要はもともとそのサイエンスを例えば昔こうどっかのペーパーに出したら、それに対するこう問い合わせで、なんかこうイギリスの研究者、フランスの研究者に手紙を書いてこうと投げたみたいなのがこう科学者列伝みたいなのが出てますけど、まああいう時からそういう理念みたいな変わってないので、何が今更オープンサイエンスを言ってんだぐらいの当たり前だろうという気もしますが、まあ、でもこういうムーブメントがあり、で、まあ、こういうサイエンティフィックデータとかっていうようなのをこうデータを出せ、データを出せというのがオープンになってきたんですよ。でこんななんかこうわざわざお金をかけて可愛いアニメーションを作ってまでデータを出せみたいなことを言うわけですね。で、まあ、挙句の果てにこう Believe that sharing and reuse speeds the scientific process and facilitate discovery、データをシェアする、そしてそれを二次利用することがサイエンティフィックなプロセスを加速するんだとかって言ってるんですけど、そんなのも当たり前じゃなくて、何までやってなかったらいいと思うんですが、まあ、それは置いといて、まあでもこう、まあ、そういうことをみんな言い始めるわけですよ。リプロあの再現性が取れない、データを出せデータを出せと、とか言っても、まあ、それはでもこう言ってしまったらもう本当に何て言うんでしょうね、まあ、ルールではないんですよね。それはこう法律的にそれを破ったやつは死刑とかっていうわけではなくて、あくまでもまだこう信念なんです、これにこうみんな従ってねっていうような話なんですけど、まあ、どっこいこう信念で飯が食えるわけねえだろうという話がありましてですね、こう業績欄なしみたいなこう若手ビーの家計費もあるんですけど、こういう なんかこうなかなか笑えない感じのこれね、あの原画の回では爆笑されたんだけどこういう、まあ、業績が必要なわけですよ、生きていくためには。それでじゃあここに立ち戻っていくとですねここにこうと思うって言うと、そのみんなに感謝こそされど、こうなかなかこう、まあ、それだけでこうあの霞を食って生きるみたいな、食わねえと戦えるみたいな話になってくるわけですよ。でそれでやろうかとっていうふうな話になってくると、こういうところに来るんですね。論文は出さなきゃいけない、でもこう泥臭い仕事をしてみんなをサポートしなきゃいけないっていうところに行くと、発想がこういうところに来るわけです。まあ、貢献は論文の数でしか測れないか。結局そういうあのリプロデューシビリティがないとか、論文がこう適当なものすごいあの言ってしまったら、何でしょうね、流動が細かい論文がバカバカさ出てきて、それの整理だけで大変だみたいなことを言ってるのは、そもそもがインパクトファクターとかっていうその数字で定量化して、でそれによって人が評価されるっていう風なゲームのルールにな
になってるからそういうふうになってるんだけれども、まあ、実際のところの貢献というのは論文の数でしか測れないのかというような話で出てくるのが、この五郎さんが先ほど言ってたようなオータルティブメトリックスみたいな、オートメトリックスって言われてるやつですけど、論文のそのサイテーション、非引用数から出したジャーナルの、インパクトファクターというところからその載った論文の価値が決まるっていうとか以外にも、例えば SNS でシェアされた数とかも、評価対象にしましょうみたいな、炎上物件はいい論文だっていうふうにしていいしましょうと言ってるわけではないけれども、話題になったよくディスカッションされた論文は、高い評価を上げていいよねみたいな話になった。でそういうふうないろいろ業績っていうふうにな話が広がってきて、インパクトファクターが論文の数だけではないっていうふうな話になってくると、僕らとしてはこう左下でこう頑張ってる僕らとしてはデータをこう公開することって自体がこう業績になってもいいんじゃないかとか、まあ、データベースっていうのをこう整備してみんながリソースを使いやすくするっていうことが業績になってもいいんじゃないのみたいなことをこう言い出すのは当然ですね、まあ、僕も飯が食いたいですからね。でこうそうなってくると、そういう流れっていうのはこの2、3年ぐらいすごい加速してきていまして、これはネイチャーとしましてもうすぐ、創刊されるらしい、サイエンティフィックデータっていう、そのデータ自体を これは別にそのインフォマティクスなデータじゃなくても画像データとか、細胞の計測、計測データとかそういうのもいいらしいんですけど、そのサイエンティフィックに新規であるっていう内容を一切含めずに、ただ単にデータのディスクリプションだけをこう投稿するみたいな、まあ、要はデータを公開することがそのいわば今までの論文と同じ扱いになって業績になるみたいな仕組みなわけです。で他にも、これはバイオメドセンタラルの下にあるギガサイエンスっていうところなんですけど、いわばこう流行りのビッグデータみたいなところが業績になるよねみたいな話を推し進めているところです。まあそんな感じでこういろんな基準があっていいだろうよというようなことで、まあ、まあなければ作ればいいじゃんよというのがこう我々統合牧場のルールですから、こう、まあ、こういうことを去年僕はやったわけです。まあ、その論文とかならなくてもツール使ってデータベース作って人に褒められるんだったらそれは評価だったらいいじゃんみたいな話をこう向きになってやったのがこういうオープンサイエンスアワードっていうお祭りなんですけども、そちらにいらっしゃる小笠原さんとですね、実はそれに関わっていただいたんですが、まあまあそのサイエンティフィックサイエンスにこう貢献するっていうのを定量化するのっていうのはものすごく難しいので、まあいろんな形があるだろうっていうのは今まで言ってきた通りなんですが、まあ、その一つの形にコミュニティによる投票とか、みんなに褒められるやつは偉いみたいな、褒めてくれる友達が多いやつは偉いみたいな、そういう話なんだけれども、まあこういうお祭りをやりましたと。実際最初なんかこう本当にうまくいくのかなと思ったら、意外にこう皆さんがこうツイッターで拡散するのとか手伝っていただいたおかげでですね、無事にこういうやっつけ仕事のロゴもできまして、やっつけ仕事のロゴができたら、あとは僕のソフトウェア系係の出番でこういうイカツイで、アプリケーションを作りましたですね、投票の。で、168人ぐらいの人に投票してもらいました。実はこの不正が村にありまして、200人って最初なってたんですね。200人になってたんだけど、どうもリロードボタンを押しまくって、こう再投票しまくってやつがいたらしい。それは全部投票内容と IP で全部外して、で、やったら168人になったんで、最初200人になってちょっと僕テンション上がってたんで、実はそんなに多くなかったという裏話もあります。で、まあこれ、データベース部門とソフトウェア部門とウェブ部門で3つでやったんですけれども、まあ、もしかしたら結果知ってる方もいるかもしれないですけど、まあ、データベース部門という部門では皆さんご存知のサイエンス辞書プロジェクトっていう日英の、テクニカルタイムの翻訳をしてくれるイケてるやつですね、あれが1位になりまして、2位がこの、小笠原さんが、まあ、メンテしてくださってる、まあ、開発してくださってるアルグラフィカルマニュアルっていうやつで、3位は、統合ゲノムっていう、おそらくDBCS の中の人以外は知らないであろうアプリケーションが入っているあたり、これはもうものすごい組織表内じゃないかということが大変疑われていてですね、ちょっと僕も心苦しいからみんな認めないでおせんべいと思ったけど、まあ投票してと言ったのは僕なので大体僕の責任なんですね、これね。まあそれはいいんですけど、で4位はこれ、アテンドっていう、これは東北大の大林さんでが、作られて開発されている、
もともとアガベドプスの、共発源のデータベースかな。で今アラビだけじゃなくていろんなデータが入ってて、で特に植物系の人たちにはこれがないと死ぬというぐらい言わせるすごい有名なデータベースです。で、まあ、他にもこういろいろ入ってます。野草雑草検索図鑑とかも入ってて、これ一体誰がノミネートして誰が入れたのかよくわからないですけど、これが1位とかになった理由どうしたらいいのか非常に心配してて、でここにもね、日本酒ラベルコレクションとか、お前ら日本酒好きだっていうような話もあって、まあ、でもこれも一応データベース、生物系のデータベースかちょっと怪しいですけどね、これね、なんでこれノミネートされたのかよくわからないんですけど、まあでも他にも DSS らしいこういうのが入りました。でまあ、結構やってみると面白い結果になって、でもう一つソフトウェア部門では、まあこれね、JJ ゲノムという、JJ ゲノムというですね、そちらにいらっしゃる内藤さんが開発されてますのがこう、30ポイント、2位に2ポイント差をつけて勝ちまして、あら、ちょっとね、いいのかなと思って、組織批判じゃんと思ったんですけど、まあでも実際の、僕は投票した人のコメントなんかを見れたんですが、このゲゲゲノムは大変普段よく使っております、ありがとうございますみたいなコメントがあって、ああ実際に使ってくれてる人が投票してくれたんだなと思って、まあ、中の人がそれ書いてたらもう救いようがないですよね。まあそういう声もあったんで、一応外からの評価もいただいてるだろうということになっております。で2位はバイオルビーっていう、まあ、ルビーの、ラベラリセットというか、まあ、バイオルビープロジェクトというバイオロジーに関連するラベラリーの、プロジェクトですね。でここにこうバイオパートが全然出てこないあたりになんか時代を感じますけれども、まあ、もしくはルビーストが多い考えこれ日本で作ってるやつだからじゃない。ああそうか、そうだ、これ国内でバイオルビーは入らないですよ。それもうバイオパートもいやいや、バイオルビーは一応日本人が、いやバイオルビーはね、バイオパートバイオパートそうですね、あおかしいですよ。そうか、なかったから入れなかったのか、ルビーが強いからじゃないのか、はい、まあでもそういうことはしてくださいモグルビスでは、あとマフトとかメガとかこの辺有名どころですね。まあソフトウェア部門は結構この辺が30、28、26、25、23セリエアの上の方みたいな感じでめちゃくちゃこう接近してて面白いんですけどね、この辺で、この辺もこう、ね、横並びだし、まあ、あとは何ですか、僕が自分で入れた DBCLSSR 入れたデータサーチとかに13入ってて、でもこれ僕1票しか入れてないですけどね、残り12人だったり入れてるであとはまあアカウントのところの G ランゲージセッションとかね、それパールやん、パールですね、これパールですね、でもパール13に対してルビ20らしいですそれはちょっと感じ比較したかい、まあ、そう、最初は言語戦争みたいなのやろうかなみたいな話をしてたんですけど、ちょっとやっぱり人が死ぬのでやめましょうみたいな話になって、まあやらなかったです。で3つ目の部門がこうウェブ部門、見てください、ここですよ、統合 TV 63ポイントこれ組織票だけじゃここまでいかないですよね。でこれはやっぱりある程度というか皆さんに評価していただいてるんだろうなというのがここで分かって、まあ大体広めてるこのアワードのことを告知宣伝したのが僕らの知り合いで大体ここ TV 見てくれてるみたいな、まあまあいいですよそういう話で、まあとはまあ3位にライフサイエンス新着論文レビューが入ったりとかですね、まあここはいろいろ個人のブログとかが入ったりとか面白い結果になってます。でね、統合 TV ですよ、ちょっと調子に乗って大きくしちゃいましたもんね統合 TV1 位、いやこれは本当にね、僕は統合 TV1 本しか作ってないですけどね、いやいや講演がこう、僕が講演した動画がここの統合 TV に入ってるから、まあ、僕もやったらいいなってないか、まあでも一番これで大変なのはそのディレクションをする小野さんと、まあ、それぞれあれの普段こうひいひい言いながら小野さんに絞られながらビデオを作ってる各位の賜物だと思うので、ここはもう本当にみんな何だろう、小学校の作文コンクールで入賞したぐらいの気持ちで誇りに思っておいてくれればと思います。その程度かって、もうちょっといいか、
県大会出たぐらいですかね、高校なので、甲子園でもないかな、ちょっと内輪感ありますからね、甲子園じゃないかな、まあまあ、でもそれぐらい本当にいい仕事をしたっていうふうに、あの普段ね、あのツイッターしながら、ポチポチ動画作ってるだけだったと、こう、ひげにしないでですね、俺らは1位取ったねっていうぐらいの、あれでこう後輩3代、4代下まで自慢してもらえる。でまあまあこういうあのあれをやったわけなんですけれども、まあやればやったでこう楽しかったね以上で終わらないで、こうやっぱ課題とかも見えてくるわけで、でここそこで話を聞くとですね、あのまあライフサイエンス受賞プロジェクトの方がデータベース部門かなで1位だったので、そのお話をまあ伺ったわけですね。で、まあ、このページウェブページに最近研究費を獲得できずに更新や追加が滞っておりまして申し訳ありませんって、なんでそんな僕らお金払ってやってるわけでもないのにそんな練習とはあの言われてるのかというふうに思うぐらい、これはちょっとやっぱおかしいんじゃないかというふうに思うんですね。でその話を聞いたらですね、まあ誰でも知ってるぐらい有名なウェブページだから1日10万アクセスぐらいあるらしいんですよ。で1日10万アクセスぐらいあるというふうなことをあのプロジェクト の加減費とかで報告をすると、そんなにアクセスがあるんだったら自前でサーバーとか用意してねとか言って加減費ももらえない、逆だろなんでそうなるんだよ逆だろっていうふうに思うんですけど、あのなんかそういう論理がまかり通るような話らしいんですよね。それで金取れっていうのがみたいな話ですけど、広告でも貼ればいいのかっていう話だけれども、まあでもこう維持にお金がもらえないみたいなのが現状だと。まあでも、まあ、それはやっぱりおかしいと思うので、まあ、こういうところでこうみんなでこう評価してるよっていうのをどんどん、まあこれは本当に僕らがこう実験的にやったワードで、まあ今年もやれたらやりたいけど、あのみんなが評価してるっていうのをこうアピールして、こういうところにこう研究費がつくとか、あのキープできるようにこうサポートしてもらえるみたいなようになっていけるといいのかなと思います。でまあ社会は厳しいというこんなまとめでいいのかという気もするけど、まあまあでも現実はこうですよ。現実はこうだけども、ここに行かないとお金がもらえないみたいなこう厳しい社会ですね。まあでもこれはすごいなんかこうちょっと半分ネタ的にこうそこに沈んでるみたいなこと言ったんですけど、半分ネタ的にこういうふうなこと言ってるんですけど、よくよく考えてみるとですね、なんて言うんでしょう、まあ、生命研究の目的っていうのは要はその知識をそのリバースエンジニアリングすることで生命からいろんな知識を取り出してデータベースを作るっていうのもそもそもの目的なので、そこに沈んでるとかなんかこう。いじいじしてないで、まあ、こんぐらいのこう思うわけです。あの全てを飲み込むバイオ DB みたいな、もうここだろうがここだろうが全部関係ねえよ、全部俺たちデータベースはこうだよぐらいのでかいことを言っていけばいいんじゃないかなと思いました。でまあ俺たちもセクシーなんだというふうなことをガンガンアピールしつつ、まあいろんなアクティビティを続けていけたらなと思います。そんな感じでいいんですよ。でまあまあまあ真面目な話をしますとですね、まあデータベースっていうのをいろいろやってて、まあ皆さんもこうそれに何らかの形でこう関わっていると思うんですけれども、まあまあよく言うのはユーザー目線っていうふうにも言うんですけど、まあ、そのユーザーのことを考えるのもそうなんだけど、そのユーザーのことを考える前に、そもそもじゃあユーザーが使おうとしているデータベースはなんでそれをオーバーカイブしているのかっていう、もっと根本的な話に立ち戻って考えないとねっていうようなのが、こう今日セクシーな、あんまりセクシーじゃない結論になります。でまあこんな感じで僕がグダ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 やってるのも、まあ、きっかけはその先ほどこうモノさんの歴史の授業で出てきたみたいな後藤授業のわけです。まあ一時はこんなことを言って、なんかこう僕はニューヨークに残りますみたいなことを、これ去年も使ったなこれ言ってたんですけど、まあ皆さんまあ十分やっていけると思いますのでですね、今後ともこういうダラダラした話を思いつつ、バイオデータベースセクシーって言い続け続き頑張ってください。っていうと卒業式っぽい。まあ僕の時間稼ぎはこれでおしまい。
以上ありがとうございます。